平和カズユキ島・は、沖縄本島南西端に位置する岬で、沖縄県糸満市キアに属する。一般には、キア岬が、沖縄本島最南端と誤解されがちだが、東南東約 1.4km 離れた荒崎が、実の最南端である。1991年発行の角川日本地名大辞典によれば、当時の地形図にはキア地区の南西端を、 キアン・としているが、そこから東へ約1キロメートル離れたイイ、慰霊碑、平和行島と、東大へ向かう場所に、キアン・の案内標識があるという。また、大木隆によると、地形図ではキアン南西端に記された、キアン・が削除され、慰霊碑や、東大のある場所に、東岬が表記されているという。キアン・一帯は、琉球石灰岩の海岸段丘を形成している。 キアン南西端の海岸は約1メートルの平坦なカレンフェルトをなすが、荒崎付近は高さ約5メートル、東大付近は高さ約30メートルの断崖となる。キアン岬のの1キアン岬周辺の空中写真。画像中央付近の南端の岬が沖縄本島最南端の荒崎。その左上の波打ち材に大きな岩が複数ある地点がキアン岬。 1977年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。元来、キアンは限度、到達を意味するまでを表す、極めから変化したと考えられる。周辺住民はキアン地区の南西端の岬を、キャンサチ、東大近くの岬を、キャン岬と呼んで区別している。 明治時代の水路誌には、キアンサキと記され、国土地理院の標準地名集には、キアンサキとある。また、バジルホールとマシューペリーの探検機には、遠岬先一帯を、サウスポイントと命名しているが、記述内容から荒崎を示す名称でないかと、考えられる。東大の西方500メートルに、国の史跡に指定されている、串川城跡があり、13から14世紀の中国の、 当時期が出土している。バジルホールは1816年10月14日に、キアン岬・ミサキ、荒崎一帯を巡行、近海に大きさ約10マイルの珊瑚礁地帯が存在し、上陸は困難であったと述べている。翌日彼はようやく付近に接岸し、そこで出会った漁民と会話を交わしている。当地一帯は、沖縄戦の激戦地で、米軍から逃げ場を失った、住民。 日本軍は自決し、最後を遂げた。当治一帯は沖縄戦跡国定公園に含まれている。ありがとうございます。